やれ子供、やれ悪いことをしたいね、子供だからね、やれ。カリブ海から来た男だ。あよ皆さん、ジュアンキャンです。今日は日本に初めて来てびっくりさせたことの話です。観光客として2週間の間に日本で滞在した時の気づいたことです。ディスクリプションのところへその4つの点が書いていますので、興味がある点に自由に飛ばしてください。それでは始めましょう。第1、どこでも販売機があることです。日本人の皆様に多分それは普通なんですけど、フランスだったら駅とかステーションというところへ販売機があります。僕の友達と初めて日本に来た時に本当にびっくりした。え、こんなに販売機があるの？特にその販売機は海外に飲み物の味はないやつがあります。ファンタグレープとか、ファンタメロンとか、ピーチソーダ、そういうことを初めて見ました。だから何回も見たら買っちゃいました。利益は、一日中十分の水を飲まないという言い訳はもう言えません。不利益は、僕にとって時々その販売機は景色に似合いません。やばい。例えば神社とかお寺に行ったら、そういう伝統的で文化的なところに行ったら、そういう販売機が行ったら、まあ少し似合いませんね。やばい。神社の中にあるわけではないんですけど、その周りにあっても、まあ、ちょっとやばいね。第2、トイレがどこでもあることです。またフランスと比べになっちゃうんですけど、フランスだったら駅のところにお店の中にトイレがあるんですけど、普通に歩いたらそんなに簡単にトイレを見つけません。そして見つけてももしかしてそういうトイレが有料です。ということで50円とか100円とか150円までいけるんですけど、日本ではそういうことはないんです。そして有料じゃなくてどこでも見つけられますので本当に楽です。だからフランスに住んだ時に、今から家から出ますので、まあその前にトイレに行きましょう。けれども日本に住む場合だったら、僕は安全に家から出ます。もし1日の間にトイレに行きたかったら、簡単に見つけることができると分かっているので安心です。利益は安心で家から去ることができます。不利益はないでしょう。第3、子供の行動です。日本人は穏やかで優しい人だとよく言われているので、日本に来てそれを気づきましたが、子供は同じように振る舞うかな。世界中の中でどこでも行ったら子供は子供ですね。だから多分子供は悪い行動をするかな。で、ある日友達と電車に乗って、僕は窓側の席に座って、そしてずっと見てた。で、子供が言ったんですけど、この子供は急に走って、そしてママから離れました。だから悪いさをすることじゃないか。僕の頭の中でこう言いました。やれ子供、やれ悪いことをしたいね、子供だからね、やれ。実はこの子供はゴミをゴミ箱の中に入れようとしていました。がっかりだ。今幼稚園でバイトをしているんですけど、子供はいつも優しくて素直わけではないと分かりましたね。第4、町と海の違いです。それは本当に本当にびっくりした。なぜかというと、町だったら普通に歩いたらみんなはあんまり声をかけないですね。そして人に迷惑を起こさないように生きていますね、生活をしていますね。だからみんなはいつも静かです。そんなに他の人を見ていません。そしてルールを守っていますね。けれどもその逆に海だったらみんなは本当にハイテンションです。 Yo! Hey! Yo my friend! How are you? 写真の撮ろう、どこから来た、そういうことをよく言われました。ということでなんかみんなは本当に社会的です。だから僕は海に行くときに海外にいる感じがします。僕は外国人だってもみんなは普通に声をかけてます。そういうことを本当に好きです。特に僕は独学で日本語を勉強しました。で、カリブ海とかフランスでそんなに日本人はいっぱい会ってないので、日本に行ったらそういう機会があるので本当にいっぱい日本語を話そうと思いましたが、街で生活をしてこんにちは、おはよう、元気ですか、そういうことを言ってもみんなは答えてもそういう距離がある。みんなは慎重だから距離を置いています。
フランスだったら地下鉄とか公園とかそういうことで普通に人と話してもいいです。ということでみんなは声をかけられることが慣れています。でそんなに距離を置きません。だからフランスと同じように日本に住んだらみんなと話すことができると思っちゃいました。だからがっかりしましたけれども、海に行ってその自然な交流ができたから本当にいい感じでした。だから街の世界と海の世界は本当に違う世界です。で、それは好きです。この4つ点の中でどれがみんなを一番びっくりしましたか？コメントで教えてください。そしてもしこの動画を良ければぜひぜひ Subscribe and Like! ビエント。